巨人広島、29日、東京ドーム。広島の荒井貴弘監督が八回西満塁のピンチでマウンドに直接赴もむき、セットアッパー党内に言葉をかけた。写真、マウンドで劇を飛ばす荒井監督指揮官の息がナインに伝わった。1対0で迎えた八回は党内が西級1安打で西満塁のピンチを招いた。吉川に死球を与えたところで荒井監督がベンチを出てマウンドへ。 党内の肩に手をを置き言葉を投げかけたその後ヘルナンデスのゴロが一塁への内野安打となり1対1の同点にそれでも自打者岡本ははうゴロに打ち取り最小失点で食い止めた悔しげな表情を浮かべながらベンチで頭を抱えた右腕に対して新井監督ではここでもそばに向かいポンポンと肩を叩いて投球をねぎらった